先ほどは引かないって言ってたんですが、どうも人権ポイントで引きに行きます。出るまで引きます。ということで、まず予備符から使っていこうと思います。ポチッとな、お願いします。一連で出てくれるとね、熱い。ないよね、そんなこと。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。はい、続けて、まあまずは40連。ここで出たら熱いけど、まあ出ないよね。フラガラック、バゼットさん、俺ね、マジでね、この1連ずつっていうのが一番苦手で、心がねボキボキ折られてく感じがする。あー、来ないなー。おなしょーす。 0.8。キャスター違いでーす。ん？なんだこれ。これなんだ。あ、これなかなかすごいじゃない。すごいねこれ。へえ。うん。出ないねー。おい。おなしゃっす！おなしゃっす！出ないねー。おう。出ないですねー。これはで、マーボーってよ。もう、いや俺辛いより好きなんだけど、これできたらね、爆死のサインなんだよ。もう仮面とかね、あとあれ丸腰真嗣くん、やだー。これどうしだったら5枚欲しいよね。あとゴーラ、あとゴーラ。あとゴーラ。いや、なんか何も出てないんじゃないこれ。やばくね？サクラ。俺単発ね、出ない人なんだよね。あ！今のは。おい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 。まあでも出は良くなったかな。おう、タレ。いや、よかった。これね、最低保証の1枚がここで切ってた可能性があったからね、10連だと。おう、心痛い。石だともう、あれでしょ？ 90 個目とかでしょ。でも、出は良くなってきてる。こっち。アレクサンダー。鈍い俺の反応が。カムラ。セイバーじゃないか、あれ。セイバー。おー、この度は召喚のほどありがとうございます。潜入生産。申し訳ございません、皆様。ありがとうございます。自分昔から人権サバってあっさり引いちゃうとこあって。爆死する予定で引いてたんですよね、これ。いや、申し訳ございません。いや、申し訳ございません。いや、実は人権サバの歴史、自分孔明をね、最初始めた時の十連でパッと引いちゃって、でこれいらねえとか思ってたら、後に人権サバになっちゃって、でマーリン、あれね予備筆5枚できちゃって、
で、その後、スカディ、これ10連の最後に来ちゃって、で、キャストリア、これ10連。あ、スカディはね、20連だった。だから、孔明が適当に引いて出して、マーリンが5連、スカディが20連、で、キャストリアが10連。という感じで自分、人権をね、あっさり引いちゃうところあって、今回もなんかそんな予感してたんで、27連で出たのか。じゃあもうこれついでに3連引いちゃおう。うん。はい。なんかもっと引けとか言われそうだけど。いやーびっくりした。あーもう来ないよね。さすが。フォーグ重なったりしたらバッドボタンがすごいことになる。アサシンが来てちょっと今ビビってた。今ビビってた。あーよかった。よかったってもうなんかひどいな言い方が。もう来ないよね。うん、来るなよ。バットボタンいっぱいつくぞこれ。キャスター。でも30連で星42枚、星51枚だから確率全然悪くないぞこれ。来るなよ。来るなよ。あ、よかった。いやーよかったー。いや、皆さん、申し訳ございませんでした。失礼いたしますと、このチャンネルを、ご贔屓に。多分ね、自分ね、しょうもない、どうでもいい萌え重視のキャラの時は沼るんで。昔からそういうとこあって、視点当時なんかは自分400連してるから、はい。いや、申し訳ございませんでした。失礼します。